はいどうもお疲れ様です。10月11日朝6時の相場解説になります。まずね、あのデイリーの方を見させていただいてるんですけども、私の感覚だとね、感覚の話をしちゃいけないんですけども <laughs>、あの、一旦下落しましたけど、ここで止まって、ここからね、上昇に向かうというふうには思います、えー。ただその根拠をこれから見つけていかないといけないんですよね。インセント要線がこう 入り混じりながら最近のこのね、えー、相場は作ってますけども、今、あの、陰線がちょっとね、形成中かなっていうところでございます。で、ちょっと見えにくいですけどね、一日前の冷やしっていうのが、まさにこれが出たわけですよ。またしてもね。これ、実体があって同じぐらいの上髭毛としては髭。だから迷ってる状態なんで、次のね、あの、ロウソク足がどんな形になるかによって、えー、明日、明後日以降の相場の動きっていうのが、より明確になるんですよね。 ですんで、今日がね、あの、陽線で終わると、明日は上の方に向かうかなっていうふうな判断ができるんですけども、山を張るとしたら、今日が陽線で、明日以降も上昇していくんじゃないかなっていうことです。山を張るとしたらね。で、冷やしの中でそれ以上の根拠が見つけていきません。で、ブレイク備えってのは何かっていうと、これはね、1時間足の時に説明します。はい。じゃあ4時間いきますね。 4時間ではご覧のように、えー、もうすでに FX オリアルヒの方にお話しましたけども2つのレンジに挟まれた価格帯が、えー、とこちらの介入の後に起きています介入の後っていうのはこの価格帯に収まってるでしょでここがちょっとねえぐれた状態のところなんでこれはあのレンジの中でもねたまに出て引っ込むような誤差があるっていうふうに判断しましょうここも同じですちなみにここでは私ねロスカット食らっちゃいましたね昨日ね はい、それでおおむねはこの中に入ってますんでこの中でレンジオプションを取ることによって私たちは利益を取ることができますレンジオプションは何かっていうとここではセルをしていくここではバイをしていくっていうことですよね、取れるでしょこれ分かるでしょこのセルとバイの範囲を守ってエントリーと利確を繰り返していくと利益行動につながるってことはもうお分かりいただけますよね、はい、こういうふうに利益の直線ができるわけです どう考えても利益取りっぱなしじゃないですかでここで一部ロスカットを食らうここで一部ロスカットを食らうっていうのを差し引いてもおおむね7割から8割ぐらいっていうのは利益として残るでしょはいそしてついでなんですけどもここからセルを入れた方っていうのは今含み益になることも分かってると思います含み益ってことはいつ利確してもそれが利益で丸々残るんでさらに追及しておけば0.5でね追撃すればいいってことになると思います ちょっとししたたになりましたね <laughs> はいそれでね今日はね1時間のところで皆さんにお伝えしたいところがあるんですけども基本的にはこのレンジオプションを守られてるわけですよ。ね、介入後介入があったのがこうですよ。介入後に大体この同じ価格帯の中に収まってますよねってことの中でボラティリティがねこの辺りから計算してもうだんだんこう上下のボラティリティがなくなってきてるっていうふうに見ることができます。 そうなると何が起きるかっていうと、あとはブレイクが起きることをね、想定してもいいわけなんですよ。えもちろんこれがね、収束に向かってるかっていうと、非常にね、あの、難しい判断なんですよ。もう一回最初からいきますけども、レンジオプションと考えてもいいわけですよ。ここでセル、ね。で、ここでバイっていうふうに考えて、ここでセルって考えて、レンジオプションが続いていて、たまたまここでボラティリティがちょっと中央に寄ってるけども、うん、さらにね、 再開して、こういう風な動きをね、また見せるのかもしれません。これが一つ目の仮説になってきます。レンジオプションね。そのもう一つなんですけども、ブレイクが起きるんじゃないかなっていうのは、ほら、ボラティリティが、このロウソク足自体がちっちゃくなってるでしょ。ものすごくちっちゃくなってますよね。この辺のロウソク足見てください。まあまあ大きいわけなんですよ。ヒゲも出てるしね。これはヒゲも出てないし、実体がちっちゃくなってるんで、あの、 バイでもセルでもそのエネルギーエネルギーって言ったらね言い方がすごく曖昧ですけども投入される金額がちっちゃくなってるっていうふうなここ数時間っていうのが見えて取れるわけじゃないですかそうなるとお釣り合ってるこのバイとセルの方で一方的な資金の流入があった時にそっちの方向に上か下か分かんないですけどもブレイクするっていうのはいつものパターンじゃないですかこれ分かりますかねこの今私がお話したことこれ今私がお話したことが分かんないってことはまだねテクニカルが頭に入ってないもしくは基礎用語も入ってないかもしれないんで復習をちゃんとした方がいいです はい。それでね、あの、基礎用語も入ってるし、テクニカルの概念が入っていれば、これがね、どういうことなのか、どうしてブレイクになるための備えをしておかなくちゃいけないのかってことが分かると思いますので、何が起きるかっていうと、セル、バイ、どちらの方に傾くかってことを、つぶさんに見ていかなくちゃいけないわけですよね。で、どうやって見るかってことなんですけども、そこが一番難しいところなんですよ。唯一難しいところなんですよ。はい。まあ、具体的に言うとね、ボラティリティの 傾いいいた方向に動いていきますんで今、あの、ローソク足短いでしょ。じゃあ、出し抜けに、陽線で、これ、ゴーバーに書きますけども、陽線で大きなローソク足、大陽線が出たときには、そっから上の方にくっついていきましょうってことなんですよ。下に行くときも同じですよ。さらに、直近の大きな、このね、ローソク足があるでしょ。赤いやつ。で、ここを割って、下に行ったら、セルでブレイクですよ。 で逆にちょっとごちゃごちゃしましたけども要線の上のこの端っここれを越えて上に行ったら上にブレークですよということでねちょっとこっちに抜き出しますけども赤いローソク足があるでしょこのひときわ目立つやつがこれこの赤いローソク足でブレークポイントをこうやって測るっていう小技もあるわけですよここを抜けたらってやつですよね抜けなければ赤で書きますけども この間でレンジを繰り返すっていう風に考えていくつまりレンジオプションを1本のローソク足に細分化して考えるという技術ですねこれはレンジオプションがちゃんと理解できていればこの仕組みっていうのが使えると思いますそれを改めて今回説明させてもらいましたということで本日の解説は以上ですそれでは FX オリアルヒの皆様はまた追加放送しますのでお楽しみに